ちは、こんばんは。ゲーム動画実況です。サッカークラブ育成シミュレーションカルジョビッター始めていきましょう。今回は函館フェンタとの試合です。12位です。どんな力なんでしょうね。でも決して油断できないチームであることは事実です。なぜなら前節の時は引き分けでしたからね。なのでしっかり今回油断せずに勝っていかなければなりません。ちなみにですね、 L1 リーグの順位表です。メンソーレ那覇に2点差をつけて首位です。なのでこの試合で得失点差とかあるから、我がチームが勝って3点を積み上げた場合、メンソーレ那覇は引き分け以下だと優勝ってことになるんじゃないかな。負けたらメンソーレ那覇が負けたらもう確実でしょう。ただまだキャピタル東京などがあります。いますよ大阪も。まだチャンスがないとは言えないということで、この試合勝って決まるかどうかちょっと微妙なところです。もちろんキャピタル東京、いますよ大阪が、場合は引き分けても、あのはクラーカリバーズが勝ったら決まりです。でしっかり勝っていきましょう。ちなみに次の最終戦がキャピタル東京だから結構重要な試合になりますね。行ってみましょう。63% とかなってますが、果たして本当に勝てるのか。強いチームですね。危ない危ない、早くも先制点生まれるピンチでした。これは夏希がキャッチ、ファルです。やっぱりなかなかやっぱり壁は厚くて、最下位のチームじゃないですね。危ない危ない、切り返して相手に攻撃を与えてはいけません。こうやってすぐインターセプトされてしまいます。あ、危ない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 、ピンチが多すぎる。またピンチ、おお。ボールをなかなか確保することができません。チャンス、祈り、チキンメーター選手権。わー、控えのメンバーで言ってたらこれ確実に点取られてたんでしょうね。素晴らしい、モナコのパスも素晴らしいですね。メンタ緑はもっと素晴らしい。
テンポ難しいんですよね、サッカーは。思うようにボールがコントロールできないっていうのがあります。ボール一つイキリキリマイサっていう感じですね。さあピンチ、うまい、萌え、ナイス、ノーフェイスルです。しかもイエローカード。さあチャンスです。ペナルティーキック、2点目を決めろ。決まったー、いいです。この2点目はさすがペナルティーキック。ゴールはキーパーアザーカーに逆方向に決めていきました。マークせず行きましょう。後半です。ピンタボイ1人変えたら疲れてる選手が4人です。ノーフィッスル。相手も結構苦しくなったんで、パワープレイでいくでしょうかね。そもそも2人目の選手交代いきましょうね。今回はクルミか、クルミでもあんまり出てないから、緑に変えてエリカです。セツコに変えましょう。マナミに行きましょう。交代内容か、これで使い切りそうです。ファームです。お、まただイエローカード。ナイシマ、ここはチャンスを生かせませんでした。ちょっと強引に前に出す癖が気になります。エリカ飛び込むが残念、及ばなかった。積極的な姿勢はいいです。サツキがしぶとい。始まり、これはキーパーが待ってました。時間が刻々と過ぎていきます。裏を抱えている。ここはシュートを防ぎまして、こちらボールをスローイン。ピンチを巧みにかわしていきます。さあもう残り時間があとわずか、セーフティーリードと言えるんじゃないでしょうか。ボールを回します。さあアディショナルタイム、ラストチャンスでしょうね。取られた。試合終了、2対0、勝利。どうだ、まだですね、まだ優勝は決まっていない。最終戦のキャピタル東京戦を残します。先制したのはクラーカリバーズ、前半37分。さすがでした。7個緑。
イエスネコのスルーパス。ちょっと遠いですが決めましたね。そして前半終了間近、ペナルティーエリアで反則、相手チーム反則、ペナルティーキックを決めました。これが結局この試合の得点2点になりました。その後はなかなか両チームチャンスをたまに作りながらも、これは惜しかった、決めることはできませんでした。終盤は静かな試合となって試合終了。ボール支配率やっぱり高いですね。 それを持ち続けられないっていうのが欠点ではありますが、課題も多くいただきました。まあ試合こそ2対0で勝ちました。なかなかの強豪です、ここはテペンタゴー。これね、お、3点差なんですね、キャピタル東京とは。勝つか引き分けでももう確実ですね。負けたら得失点差があるので逆転されます。またリマス大阪も勝ってます。なので3点差っていうのは変わりませんね。最もクラーカリバーズがまあ負ける、キャピタル負けるってことはキャピタル東京は勝つってことでしょうから、リマス大阪にはもう優勝のチャンスはない、事実上ないって思っていいと思いますね。なぜなら得失点差がキャピタル東京と10点差なので、逆転は厳しいです。怪我をしている、リストライカーですからね。これはちょっと痛い、チャンスですよ、チャンスあります。武蔵野ホーネッツ、武蔵野ホーネッツってどうなんでしょうね。公式戦では2対0で勝ってる、2対0で勝ってる、2連勝ですね。9位です、昨年、今年は、まあ、しっかり勝ってですね、準決勝に駒を進めたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にブログ記載してます、よろしければ見てください。また説明欄にはですね、動画の記録も載っております。プレイリストを載っております。こちらも URL を載せております。またこの動画最後の20秒で動画プレイリスト表示されます。次回見ましょう。見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。